トゥース。こういうわけで今年一発目のサーファーズなのに珍しく雨降っちゃって、今もうすぐ山させますからこれでこれから始まりますから、ちょっとおもう始まりましたね、おいつの間にか、メンバーセッティングして、まあというわけで、まあ生テルテルフォーズの魅力を発揮しますよ。とりあえず頑張ったです。Thank you.
ぞ。もうすぐ雨止ませますから、しばらくね、今日はいろんなとこが濡れてしまうと思いますが、まあそんな中替えの下着はご用意なさってらっしゃるでしょうか。というわけで天気悪いけどガンガン楽しんでいきましょう。切なくて切なくて
いい感じで。ね。ギリギリって感じで。もう雨もなんとか。雨ね、上がってきてよかったですね。これでこのままもう2部の場で降らなければね。ちょっと巻きで始めましょうかね。ね、そっちの方がね、ちょっとね、そんな晴れさすようなんて言ったら降っちゃったら嫌ですもんね。あとですね、アメフェス次。あ、そうなんですよ。アメフェス7月28日、はい。それまでないんですよ、ライブ屋内の。ライブが今度7月の14日に。このスタイルでは初めてやる横浜の西口のサムズアップというライブハウスで7月の14日にやりまして、それまでライブないんで、7月14日サムズアップアメフェス前に、まあ、前哨戦として皆さんぜひ遊びに来てください、ね、はい、でもアメフェスの方屋外ライブがありますもんね。アメフェスはほんで、翔くんと、横浜ギバイ、ね、翔さん来てくれて、で、僕の友達のテックス中村がハープのプレイヤーのこの前も来てくれた、今回あまりにも良かったんで、もうちょっとアメリカからわざわざそれだけのために行きます。さすがです、もうね、今年のアメフェスもまた面白い。そんで新しいコンテンツが増えたんですよ。ワーゲンの、ワーゲンだけの、去年までキッカーサウンドミーティングがあったとこがワーゲンのエリアになので、ね、ワーゲンの方たくさん来てください、はい、でその他にも、まあ、あとローライダーがまた今年200台ぐらいもう来て、ね、やりますんで、まあ、あとインディアンがね、インディアンパレード、はい、でそれ、そうなんですよ。だからインディアンの皆さんもぜひ遊びに来てください。じゃあとりあえず2部またやりますね。休憩してきます。ゆっくり休憩を。ありがとうございます。I'm gonna make you mine.
必ず思い出します。告知の日でしたね。告知の日ですね。ありがとうございます。